まあ、こんな感じですね。ざっくりちょっと施設の概要をご説明させていただきます と、まあ、20階建ての620戸あります。先ほどの施設で延び床の話も出てましたけど、5万8000ほどの延び床があるというマンションになっております。で、この地図はですね、開発される前の古い江戸時代からあって、いろんな紡績の会社があったりとかっていうエリアだったんですけども、ここに今こういう感じで再開発をされて、一帯が公園になっています。ここ全体が、リバーパークしおり町会という町会になっています。で、うちのマンションはここにあるという感じですね。隅田川が大きくカーブをしているエリアになっています。で、まあ、こんな感じになっているんですけども、ごめんなさい。まあ、いいや。で、リバーパークしおり町会というのは方針を掲げてまして、再開発の防災拠点として周辺の住民を受け入れるっていう前提で動いているんですね。で、ここは東京都のいわゆる地区内残留地区に指定をされていますので、ここ丸々全部が地区内残留地区になって、その中にすっぽりと町会があると。で、さっきちょっと飛ばしましたけど、37棟ぐらいの集合住宅があって、このエリアに1万2000人ぐらいの人が住んでいるという感じになります。で、防災マップと重ねますと、すっぽりとこう入っているということになっています。周りが真っ赤っかですね。なので、周りから押し寄せてくるだろうという前提になっています。荒川区というのは区長が非常に防災に熱心でして、区内の全校に防災部を作って、やっているという活動もしています。これ一昨年ですかね、レジリエンスのグランプリを受賞したりとかもしている。で、実は町会の防災訓練では、昨年から地元の中学生とコラボをして、町内の養援護者に給水を訓練するとか、あるいは、今年はですね、中学校で避難所開設の訓練をやったりとか、そういうことをやり始めています。で、毎年レベルアップをしていく。ところが、私のマンションの住民の意識というのは、こういう場所に当然ポツンとありますので、町が安全だという神話がのようなものがありまして、完全に安全ボケをしている状況です。なので、むしろこの方が危険だという危機意識を持って、私が理事長になった時に肌と気がつきましてですね、やばいぞという形になっています。で、いたら申し訳ないんですけども、役所は地球防衛軍でもないしですね、職員はスーパーマンでもないということで、役所だって被災すると、まあ、岡本先生の方からもお話があったような感じですよね。で、当然木密が優先になるわけなんです。で、たまたま私どものマンションのすぐ隣に消防署の出張所があるんですが、住民が結構うちの専属と思ってる人が多いんですエリア的にはですね、ここがうちのマンションになって、ここに消防署があるんですので、もう本当に隣になってます。すぐ来るよねと思ってるんですけど、当然ですけど、一度出動したら多分当分戻ってこない。なので、自分のことは自分でやるべきという発想が私どもは中心になっています。なので、まずはコミュニティ作りが大事だということで、年間を通じていろんなイベントをやっています。で、イベントを通して仲良くなっていく。で、その中には防災訓練もイベント化をして、まあ、平時には隣に消防署があるので、消防署の協力を得ていろんな子どもを巻き込んでいろんなことをやっています。その時に、総会議案書にいろいろ書き物をしまして、事業計画っていうのを立てるんですけど、基本方針をですね、我が家である時は、私のマンションは全ての住民を家族っていう捉えるっていう基本方針を宣言をいたしまして、マンション防災では、まあ、次女がとか共助も大切と言われるんですけど、実は、マンションというのは非常に個々が集まったマンションなんですから、共助といった途端にですね、実は住民の意識が限りなく公助になってしまうんですね。なので、家族で行う対策は次女だというところで、ね、
共助っていう発想を中途半端なところをやめてもらおうという考えです。安否確認と情報の共有というので IT のツールを導入をしております。従来これ荒川区から配られているんですけど、こういうステッカーが全住民に配られているんですけども、大規模なマンションで20階もあってですね、ステッカー買うのは非常に大変です。実際やってみたんですけどもすごい時間かかりました。そもそも 誰がやるのかと、実際の発災の時ですね、もしこれが平日の昼間だったら我々の世代は住みに行って誰もいなくて、残ってるのは、主婦の方とお年寄りか限られた人数しかいない、誰がやるのか。そもそも張っていない家っていうのは中で倒れてるのか外出なのか単に張り出したくないのかって全くわからない状況なんですね。で、防災災害本部の区間も非常にこのステッカーを貼って数えるように大変です、という発想で、もう一つはですね、その時マンションにいる人で本当に災害本部が回せるのかと、現状分譲マンションで理事のなり手が少ないと言われている現状で、一番都合の悪い時間に発災したらどうにもならないというような2つの問題意識があります。なので IT 化をして、自動これ企業でよくメールが来て回答するというタイプですが、そのままマンション用にカスタマイズして導入をしたという形です。これです と、もちろん 100% 復旧はマンションではしてないんですけど、外出中の人でも、僕は外で無事だよというのが把握できる。なので支援が必要な方の絞り込みが本来の安否確認の目的なんですけど、そういう意味では有効かなというふうに活用しています。もう一つは共有ということで、役員が私が今日起こっても手元のスマホで、マンションの状況が確認をできると。なので、落ち着いた状況ですけど出先からああだこうだというの指示が出せるかな。それと先ほどちょっと情報の発信が大事だって話を皆さんおっしゃってるんですけど、デマとかパニックを防ぐために公式の情報として、発信ができるというところがこのツールの導入の、15年の12月に導入しています。で、毎月実は11日月命日になりますけど、11日の日にこの発信をして安否確認を解消するという訓練をして、今日後で14時46分に自動的に発信されますけども、そういう訓練を毎月やっています。で、この緊急体制の構築っていうのはネットにつながれば OK だし、一元管理できて、防災対策メンバーがどこにいても判断かということであって、対策というよりも復興復旧の戦略として捉えております。なので基盤なくしてまず復旧は不可能だろうし、迅速正確な情報共有というのが生命線だろうし、住民に対する安心感を提供できるということだろうかというふうに思っております。平常時はイベントを通して顔見知りを増やして仲良くして挨拶したりとか、非常時の想定というのの連携の強化は可能なんですけども、災害がいざ発生したらやっぱ情報共有とかその辺が大事、これが命綱なんだからどうにかしなきゃいけないねというところであります。でも実はこれでも十分じゃないと思っていまして、理事長私も含めて理事会役員が被災して、死んでしまう可能性も想定しております。まさに、先ほど岡本先生がおっしゃった想定を考えています。ですので防災リーダー養成の必要性というのを考えていて、時休みに誰かが災害本部を立ち上げて迅速な行動判断をしなきゃいけないというふうに思っているので、十分でないと思います。去年ですね、そのために研修を年5回に分けて、専門家を招いて集めて、マニュアルは大事なんですけども、マニュアルを先に作ってしまうと日本人っていうのはそれに頼ってしまって書いてないことできないっていう傾向があるので、その時の行動の考え方を植え付けるということで研修をずっとやっています。想定外のことは必ず起こるので、最後はみんな助け合いとしてならないということで、取り組んでおります。で、その中で地区防災計画っていうのがありまして、これがいずれは取り組み中ですけども、荒川区の地域防災計画取り入れてほしいなということで動いております。